ようこそ南実家のみのです。嫌いな音楽話していきたいと思います。嫌いな音楽がある人、いっぱいいると思うんですけども、一定のこの音楽様式を持ってる、まあ、サウンドを聞くとですね、不快感を覚えたりとか、もう早く再生停止ボタンを押したい、すごく時間を無駄にしてる気分になるとか、いろんな感覚があると思うんですけども、嫌いな音楽があるというね、なんかその現象自体がすごく興味深いものだなって最近感じ始めていまして、一定の音楽を嫌うっていうことについてちょっとね、今回深く掘り下げて話していきたいと思います。僕ね、これまでたびたび公言してきているんですけども、これといって嫌いな音楽がないんですよ。昔からずっとお前嘘ついてんだろって思ってる人もたくさんいると思ってます。それは重々承知の上で、ちょっと僕の感覚も後ほど話していきたいんだけど、今回のテーマはだから嫌いな音楽とは何なのかというねことですね。というわけで、まずね、嫌いな音楽を聴いた時にどういう感覚に陥るのか、ちょっとじっくり考えていきたいと思うんですけども、これあんまり良くない提案だけど、リスナーさんの中にね、まあこういう音楽ちょっと苦手だなっていうのがある人がいましたら、ちょっとそれを思い浮かべてほしいんですが、まずそういう音楽を聴いた時に不快感があって、早くその音源から遠ざかりたいっていう感覚があると思うんですよね。もう聴きたくないと。これってすごく不思議だなと思うんだけど、良さがわからないなみたいな、そういう感覚よりも強い感情ですよね。だって良さが分かんないなーっていう音楽だったら、別に流れていても不快ではないわけじゃないですか。つまりグラデーションでいうところの好き、普通、良さが分からない、そしてそのさらに向こう側ですね、嫌いというのがあると。だから感情としては結構強い性質があるものなのかなと思います。あるいはですね、もうこのジャンルが僕は嫌いなんだって思ってる人、そういう人はある一定の様式をもうマッピングして、そもそもシャットアウトしているような人もいるのじゃないのかなと思います。人々がこう音楽を嫌いになる理由、いくつかあると思うんですけども、それらをね、考察していきたいと思います。一つ目、音が嫌い、まあサウンド、あるいは様式が嫌いっていうパターン、まあこれは第一印象から嫌いみたいな感じだと思うんだけど、まあ一番ありふれてる理由なのかなと思います。まあ例えば具体的な例を挙げていくと、古い録音の時点で受け付けないとかね、くぐもってる音がするとか、必須音が乗ってる50年代の音源とか聞けないんだとか、60年代70年代とかのああいうミックスは聞けないんだみたいな、そういう人たくさんいると思います。あるいは、打ち込みが嫌いとかね、生音じゃないと僕は嫌なんですみたいな、そういう人。あるいはオートチューンが嫌いとかね、やっぱり人間の声があってこその音楽なんだみたいな、そこに人工物が入ってくる必要はないみたいなね、そういう感覚の人もいるかもしれません。あとはボーカルの歌い方が嫌い、声が嫌いとかね、このギタープレイヤーの弾き方が嫌いみたいな、そういうのもあるのかなと。あとなんでしょうね、まあ生理的な反応に近いのかもしれないけど、不協和音が多いほどしんどいみたいなパターンもあるかもしれないですよね。まあそれは前衛的な音楽になるほど結構多いのかもしれないけど、フリージャズだったりとか現代音楽とか、ああいうのはもう難解すぎてしんどいですみたいな、まあというかもう難解すぎてお高く止まってるように聞こえてしんどいみたいな、そういうのもあるかもしれないね。逆で言ったらもうポップすぎてチャラすぎてしんどいみたいな、そういうのもあるかもしれません。まあ、このあたりはもうざっくりひとまとめにして、サウンドあるいは様式が嫌いというパターンなのかなと思います。僕個人の経験談を話していきたいんですけども、ちなみにね、今は別にこれといって嫌いな音楽が思いつかないみたいな状況ですけども、昔は当然嫌いな音楽たくさんありました。そういう経験談も織り交ぜて話していきたいんだけど、個人的にはね、やっぱミックスが嫌いで聞けない音楽っていうのは昔たくさんありました。嘘みたいな話かもしれないんですけども、一応平成生まれなんですけども、ビートルズとかのオールドロックから音楽を聴き始めた口なんですよ。なので同時代的な音圧の高いミックス、まあ2000年代とか2010年代によくあったやつですよね。ああいうのがもう非常に嘘っぽく聞こえて、かなり拒否感がある時期がありました。他にもですね、プリンスとかビル・コリンズとかに代表されるような非常に 80s 的な音作りとか、ああいうのもね、やっぱり苦手だった時期がありましたね。まあただね、当時 CD で 80s の音源聞こうとすると結構音が悪いのが多くて、まあそういうのもね、原因にあったかもしれません。まああと先鋭的な音楽がきついというのもわかる、感覚としては。まあやっぱり中学生の頃とかは歌い出しまで4分とかかかるような曲がきつかったし、音楽を専門的に学ぶようになってからシアトルのね、音楽の学校で聞いたバルトークとか、ああいうのは最初は非常に難解で苦痛に感じました。デンカマイルスとかフランクザッパとか、そういうのを通過した後の耳だったにもかかわらず、
あのバルトークとかね、そういうの結構しんどいなっていう時期ありましたね。ミノミュージックをご覧の皆様、ごきげんよう。はい、続きまして、音楽を嫌いになる理由その2、歌詞が嫌い。はい、これも結構多いんじゃないのかなと思います。これはサウンドの方でも出した理由なんですが、ポップすぎてチャラくて嫌いみたいな、感動ポルノみたいな歌詞がもうしんどいとかね、ここで共感してくれみたいなのがもう見え見えすぎてしんどいみたいなね、そういうパターン、あるいはもう難解すぎてお高く止まってるようで嫌い。まあこれもありますよね。なんかもう何言ってかわかんねえよみたいな、もうちょっとわかりやすい言葉で語りかけてくれよみたいな、そういうパターンあると思います。これもね、僕個人の経験をちょっと引用して話しますと、僕が10代の頃はやたら感謝するラッパーとかがね売れてる時期だったんですね。マイルドヤンキー的なミュージシャンと言いますか、ああいうのは僕はもう当時敵視してました。非常に強い拒否感ですよね。でこれなんでかっていうと、僕当時ね結構ハードな反抗期思春期を迎えてたんですね。でその時にやたら感謝しまくる人たちの歌詞にもう全然共感できなかったんですよ。いやいや、もうちょっとなんか激しいこと歌ってくんないと、ラップしてくんないと、俺はもう全然エンゲージできないんだけどみたいな、そういう感覚がありました。歌詞のこの感覚がビシッと合わないから嫌いっていうのはね、よくある嫌いになる理由の一つなのかなと思います。続きまして、音楽を嫌いになる理由その3、ミュージシャンそのものが嫌いというパターン。これ結構実はあるんじゃないのかな。どうですかね、その人の性格とかアティチュードとか、もうなんなら着てる服とか年齢とかかもしんないし、あるいはね、過去の不祥事とかね、そういうのもあるかもしれません。まあうちのチャンネルでは人格と音楽を重ねて聞くよりもそれらを分けて聞く方がいいんじゃないっていうのをこれまで割と推奨してきたんですけども、まあ特にカジュアルなリスナーの方とか推しの文脈でね、聞いてる人の中では、まあこれはかなり重要なポイントでしょうね。つまり嫌いな音楽というか応援に値しないミュージシャンみたいな、そういうことが言えるかもしれません。続きまして、音楽を嫌いになる理由4つ目、自分の流派と違う。でこれはどういうことかっていうと、聴き手が音楽をプレイする人の場合ですね。例えばまあ僕はギターを弾きますけども、10代の頃とかはなんかこの人のギターは俺が考える理想のギタープレイと違うから嫌いだみたいな、そういう感じですよ。でこれ特に若いね、ミュージシャンに多いんですね。これ何なのかわかんないんだけど、10代の楽器をめちゃくちゃ練習してるやつは一定の様式を敵視してやたら攻撃的になりがち。はい、これね、マジであるあるだと思います。こいつのギターは下手だとか、こいつの歌は下手だとか、あるいはこいつの作曲方法が気に食わないとか、この文脈でもミックスが嫌いみたいなのも言えるかもしれないですよね。あの DTM とかやってる人からすると、プレイヤーとしてね、大人になる過程で、罹患してしまう端かみたいなものだと僕は思っているんですが、これね、ぶっちゃけ自分に自信がないことの裏返しであることが多いと思います。つまり余裕がないんですよね。はい、これも意外とあるあるな理由なのかなと思いました。続きまして、音楽を嫌いになる理由5つ目、ダサい音楽を嫌うことがかっこいいと思っているタイプ。はい、これめちゃくちゃ多いでしょ。実はめっちゃ多いんじゃないですか、これ。どうですか。まあなんならですね、世間の評判を自分の意見だと思い込んじゃってるパターンもあるんじゃないのかなと思います。要はこう、自分が最初にいやこれ別に俺はそんなだな、そんな好きじゃないなって思ったわけでもなくて、周りに流されているだけなのに、さも自発的にそういうね判断を下しているかのように錯覚してしまっている人、これ結構多いんじゃないのかな。でもこれに関してはもう音楽だけじゃないですよね。お笑いとかでもたくさんあると思う、もし食事でもファッションでも何でもね、あると思うんですけども、実は周りがダサいと思ってるからダサいって言ってるっていうパターンかなり多いんじゃないのかなと思います。音楽を嫌いになる理由6つ目、ファンカルチャーが苦手でその一員になりたくないという。はい、これも意外と多いんじゃないですか。ある種の音楽を愛好することっていうのはライフスタイルにも通ずることだと思うんですよね。パンクスとして僕は生きていくとか、メタラーとして生きていきますとか、ヘッズとして生きていきますとかね、まあいくらでもそういうのはあると思うんですけども、なんならアイドルのね、推しカルチャーにめちゃくちゃコミットして追っかけみたいなことやるっていうのもライフスタイルの一つだと思うんですよ。そのファンダムに嫌悪感を覚えてしまったり、あるいはあ、ちょっと自分の思考と噛み合わないなみたいに思ってしまったら、その瞬間にシャットダウンしてしまうというパターンね。これ実は結構あるんじゃないのかなと思います。ぶっちゃけてしまうと、このパターンに結構10代の頃は陥っていたなと思います。それこそだからロックとヒップホップとかをなんか二元論的に
に捉えてしまって、僕はロックの人間だから向こうのライフスタイルにはコミットしない。だからあいつらが好きな音楽も聴かないみたいな、そういうやつ。今考えたら非常にダサい判断だったと思うんですけども、僕もそういうのに陥っていたことがあります。そして音楽を嫌いになる理由7つ目なんですが、一定の音楽が優れていて、一定の音楽が劣っているみたいな、音楽のクオリティの良し悪しを自分の審美眼で判断できると自負しているパターン。これも結構あるんじゃないのかなと思います。この音楽は優れている。この音楽はそれと比べて劣っているみたいな。僕は自分が優れていると思っている音楽を聴くんだというね、人たち。これはでもある意味しょうがないかもしれないですよね。この中の今まで挙げてきた理由の中だと。まあ、ある意味ちょっとなんか理屈が通っている気がするというか、クオリティを第一義として、そこに不誠実な作品にはもう耳を貸さないというパターンですよね。まあ、ただ、果たして自分の判断だけで純粋に音楽を判断できる人間がどれほどいるのかっていうね、そういう疑問もあるのかなと思います。まあ、僕自身はですね、音楽に絶対的な価値の差はあると思っています。この音楽は、非常に重要で、この音楽はそれと比較したらそうでもないみたいな。そういうのはあると思っているんですけども、一方でですね、人々の批評的な感覚のこの差っていうのは非常に幅広くて、それがある意味音楽のね、カルチャー全体にダイナミズムを与えているとも思うので、まあ理由としてはちょっと筋が通っているような気がするけど、結構疑問も差し込むことができるのかなと思います。はい、ということでね、音楽を嫌いになる理由をちょっといろいろ挙げていって、個人的に分析していったんですが、個人的なね、経験則で言うと、嫌いな音楽を聴いた瞬間の人間のね、感受性って多分閉じてると思うんですよ。つまりね、あ、もうこれダメだって思った瞬間から、その音楽から新しい情報を得ようとしてない、そういう謎の状態に人間ってなっちゃうと思うんですよね。で、これも僕のちょっと経験上から、導き出してる過程なんですが、多くの嫌いな音楽、人々が嫌いだと思う音楽は断片的な情報しかない状態で嫌いフォルダに振り分けられてしまっていて、以降はですね、脊髄反射的に体が拒否する状態になってしまっているのではないのかなと思います。だってまあ嫌いな音楽をさ進んで聴こうとする人ってなかなかいないでしょ。これ嫌いだけどまあとりあえず聴くかとか、まあ理解できるまでとりあえず聴いてみようみたいなね、そういう人ってなかなかいないと思うんですよね。で、ちょっとね、冒頭でも話した僕自身があんまりこれといって嫌いな音楽がないというね、話。それにちょっと立ち返って、それがどういうことなのかっていうのを話していきたいんですけども、これがですね、ずっと音楽オタクみたいな感じで音楽を聴き続けてきた上で、幅広い音楽に、まあ何かしらの接点を持つことができるようになってきたからっていうのがあると思うんですね。例えばなんですけども、自分が実践を行う領域の接点。例えば僕はギターを弾くから、ギターが鳴ってる音楽だったらもうその時点で接点を見つけることができる。まあ他にもまあ歌を歌うし、作曲も僕はやるので、まあそういうところであんまり聴かない様式の音楽だったとしてもそこに注目して聴くことができる。まあ他にもだからアレンジがどうとかミックスがどうとかそういうところはサウンドは別にかなと思ったとしてもその辺に集中することで結構楽しめちゃったりします。関心が薄い音楽でも特定のポイントに常にフォーカスが向くので、どんな音楽でもね、あんまり飽きさせられることがなくなってくるんですよね。つまり僕の場合、嫌いっていうよりも関心の差みたいになってくるんですよ。マザーテレサの言葉みたいですよね。好きの反対は無関心みたいなね。拒否反応を示す音楽っていうのはまあどんどん減っていくんですが、関心の差っていうのは当然あります。皆さんご存知の通り僕ビートルズフリークですけども、ビートルズが手掛けた音楽に非常に高い関心を示すけども、それと比べたらこの音楽はそうでもないみたいな、なんかそういう関心の差になってくるんですよね。関心がすごく高い、無関心、比較的関心がある、そういう感じの音楽との接し方になってくる。そういう感覚で音楽を聴いているので、僕はこれといってあんまり嫌いな音楽がないとね、公言しています。ここでね、一点ちょっと考えていきたいんですけども、嫌いな音楽というものが多くの人にとってですね、どれほどの距離感にあるのか考えてみたいと思うんですよ。ズバリね、あんまり聴いたことがない音楽じゃないですか。それの正体って、嫌いな音楽って実は拒否感は感じるんだけど、ちゃんと真面目に聴いたことない
ない音楽であることが多いと思うんですよね。まあ、あるいは SNS とかテレビとかでね、もう聞きすぎて触笑気味になって逆に嫌いになってるってパターンもあるかもしれないんだけど、僕自身の過去を振り返った時にですね、毛嫌いしていた音楽って断片的な情報だけで判断していて、実はね、あんまり知らなかったっていうケースが非常に多かったです。あるいはですね、嫌っている要素が一周した時に愛着が湧くっていうのがあるかもしれませんね。例えばね、プロレスが嫌いな人がいたとするじゃないですか。で、その人のプロレスが嫌いな理由がブックが嫌いだと、あのやらせっぽい演出が嫌いなんですみたいな人いるかもしれません。でもプロレスファンからしたら、いやいや、そこが一周回っていいんじゃんっていうことじゃないですか。結構そういう音楽って多いと思うんだよね。あの、特に個性が際立ってるジャンルほど、いやいや、ここがしんどいんだよって思ってる人も多いと思うんだけど、そこが一周回った時にむしろ非常にね、味わい深くなるみたいな、そういうのもあるんじゃないのかなと思いますね。そういう要素って往々にしてちょっと呪悪的であったりもするんですけどもね。一回先入観を取っ払って本気で真正面から向き合ってみると、意外と普通にね、聞けちゃったりするケースがあるんですが、そこまでストイックな姿勢って普通の人にあんまりないものだからそういうのをね、なんかこう、あらゆる人間に僕は要求するつもりもないんですけども、まあ、というか一回先入観を取っ払うっていう行為自体がかなり難しいですしね。ということでですね、まあ音楽鑑賞する人間にとってはかなり根源的な命題であると思われます、嫌いな音楽とは何なのかというのをね、今回深掘っていきましたけども、いかがだったでしょうか。こちらね、非常に様々な意見がある内容だと思うので、コメント欄にね、皆さんの意見を寄せてもらえると嬉しいなと思います。はい、そんな感じでミノミュージックでした。それでは